楽ですね。ゆっくりでいいんで屈伸してみてもらってもいいですか。あ、曲がりますね。こんにちは。こんにちは。今から清掃していきたいんですけども、はい、今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか。首、肩、腰と右膝が痛いです。あ、もう結構上から下まで全部ですね、はい、ちなみに今一番辛いところってなったらどこに。まあ、腰です。左右どっちが辛いっていうのはありますか。真ん中辺です。真ん中あたり、はい。あと次になってくると膝とかですか。右膝の方が次に痛いですね。膝はどういう時に痛みが出たりしますか。階段の上り下りとかです。うんうん、そっか。屈伸とかしたら痛み出たら。屈伸も痛いです。痛いですか。あ、OK、そっか。まあ、首肩は凝ってるなとか。凝ってるぐらいです、ね、痛みっていうよりも張り感が気になるっていう感じでしょうか。そうですね、若干左の腕も痛いですね。ああ、なるほど。 OK です。じゃあまずね、動きの確認をしたいんですが、はい、できる範囲でいいので首をぐるっと回してみてもらってもいいですか。こんな感じですかね、うん、逆回してみましょうか。この時に突っ張る感じが出るとか痛みが出るとか、まあ、あります。ありますか。はい。この時はどっちが、左右どっちが辛い痛いなって感じでしょ。まあ、右の方が、まあ、はい。ケソケソ。じゃあ回してる時に左のここが痺れますね、うん、この部分が。手が痺れます。はい、なんか痺れました今。うんうん、もう一回回してみてもらってもいいですか。あ、この時に痺れます。痺れますか。はい。親指側と小指側やったらどっちの方が痺れますか。親指側です。親指側ですか。今気がついたんですけど。あ、オッケーソックです。はい。じゃあ今度は横向きになっていただいて、はい、ゆっくりでいいんで下向き上向きって首やってみてもらってもいいですか。もう一度ゆっくり下向いて、はい、上向きます。はい。この時は突っ張る感じとか痛みとかはいかがでしょうか。は特に大丈夫ですか。はい。じゃあ今度は肩幅足開いていただいて、横向きのままです。はい、はい、できる範囲でいいので前と後ろ、前屈と後ろ、後屈をお願いします。前屈と、うん、で手を添えて後ろにゆっくりできる範囲でいいんで反ってみましょうか。このぐらいです。うん、痛みとか出たりはしないですか。今は腰痛いです。腰痛いですか。どっちの方が痛いですか。左側。左側、反った時の方が痛いですか。反った方が痛いですね。あと屈伸、あのゆっくりでやってみてもらってもいいですか。ここあ、もうそれで痛いですか。はい、かなりひどいですね。はい、痛いですか、それとも怖い感じですか。痛いです。あ、痛いですか。はい、OK、 じゃあ全部見ていきますんでね、はい、と横のベッドに移動お願いします。はい、ゆっくりと右向いてもらって楽にしてダラーン、左向いて楽にしてダラーン、肩の力もダラーン、もう一度引っ張りますね。はい、ゆっくり座りましょうか。足を伸ばしたままお座りください。はい、そのまま後ろに持たれてきてもらってもいいですか。首の後ろ、ここで両手を組んでください。で、下向きます。脇を閉じた状態で一旦胸を張ってゆっくり持たれましょう。顎引いて、もう一度脇閉じて、でもう一度脇閉じてからゆっくり持たれましょう。肩の力を合わせた。もう一回背中丸めてゆっくりと持たれましょう。で、肩の力をストーン。はい、OK、手を下ろしましょうか。はい、下向いた状態で楽にしておいてください。で一度ゆっくりで首回してみてもらってもいいですか。あ、楽です。よかったよかった。あ、はい、楽です。今手は痺れたりしました。痺れてないです。よかったよかった。上向く下向くはいかがでしょうか。はい、あ、もう全然楽ですね。 OK です、 OK です。はい、左足曲げた状態、お尻もう少しだけ曲げましょうか。
両手をもらいます。ちょっと引っ張りますよ。肘曲げて楽にしてあげてください。大きく息を吸って、はい、吐きましょう。今度逆向きでお願いします。はい。右足を曲げた状態で、お尻もう少しだけ前に、はい、OK です。両手をもらいます。ちょっと引っ張りますよ。はい、両肘曲げて楽にしておいてください。ですね、もう一度低く息を吸って、はい、吐きましょう。上向きに寝ましょうか。はい、足伸ばした状態で楽にしておいてください。はい、一旦腕の力だなと楽にしておいてもらって、ちょっと戻りましょうか。手を後ろに回してもらって、後ろにゆっくりと戻りますから、今度逆向きでお願いします。はい、右手もらいます。はい、一旦腕の力だらーんとゆっくりと持たれましょうか。右手を後ろに回した状態で、後ろにゆっくりと持たれましょう。だらーんと、
一度上向きになっていただいてもいいですか。はい、仰向けでお願いします。右足曲げましょうか。ゆっくりと上に上げてもらって、少し開きますよ。はい、足を伸ばしてもらって楽にしてください。
ですよ、ゆっくりと起き上がってください。はい、全部施術が終わりましたけども、はい、ボキボキ矯正は大丈夫でしたか？大丈夫でした。よかったです。はい、また動きの確認をしていきたいんですが、はい、まず首からさっきと同じようにぐるっと回してみてもらってもいいですか？はい、逆回してみてもらって。今は動かしてみた感じはいかがでしょうか？全然さっきとは違います。しびれとかは今出たり、はい、全く出てないです。よかったよかった。はい、じゃあ今度横向きになっていただいて、あと首をね、下向き、上向きってやってみましょうか。今、首は動かした感じは楽です。あ、よかったです。はい、ではですね、肩幅足開いていただいて、できる範囲でいいので、前と後ろ、前屈と後ろ後屈をお願いします。手を添えて後ろにゆっくり反ってみましょうか。楽ですね。はい、腰の痛みとかはないです。あ、よかったよかった、はい、あと無理せずにね、ゆっくりでいいんで屈伸してみてもらってもいいですか？あ、曲がりますね。お、あ、曲がります。いけましたね。はい、よかったよかった。あ、大丈夫だ、うん、はい、大丈夫です。 OK です OK です。はい、今日施術を受けられてなんですけども、はい、感想っていかがでしょうか？思ったより痛くなくてすっきりしました。あ、よかったです、はい、あと痛みとかは今いかがでしょうか？全体的に全くない、全くないです。お、軽くなりました。よかったです、はい、まだね、時間が経って、はい、また数日経ってみて、症状がまたどうなってるかっていうところなんですけども、はい、もちろんこのまま聞いていってくれたらいいんですけども、はい、またぶり返すとかであればまた早めに今日みたいな形で説明していこうかなと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ今日一旦ここまでしておきますんでね、一度これで休めてください。ありがとうございました。